皆さん写真ライフ楽しんでますか？今回は知らないと失敗するカメラを買ったら覚えるべき基本3項目についてのお話をしていきたいと思います。この3項目知ってる方も多いかと思うんですけども、でも実際にこうカメラで写真を撮ってみた時にあれうまくいかないなって思うことがたびたび初心者の方あるかと思います。そういった悩みを解決するためにこの基本的な3項目しっかりですねどういうメリットがあってデメリットがあるのかっていうのをですね分かっていただくと簡単にですねそういった失敗っていうのを防ぐことができますので、よかったらこの辺参考にしてみていただけたらと思います。このチャンネルではですね写真や動画カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。はい、ではですね知らないと失敗するカメラを買ったら覚えるべき基本3項目、この3項目って何なのかっていうところのお話をしていきたいと思います。まずは一つ目なんですけども、こちらがですね F 値になっております。 F 値ですね、まあ聞いたことあるよねっていう方もたくさんいらっしゃると思いますし、 F 値ってなんか難しそうだねって思う方もいらっしゃるかと思います。今回はちょっとですね簡単に説明して分かりやすく説明していきたいと思いますし、これのメリットデメリットちょっと知っていただけたらいいのかなっていうふうに思います。二つ目なんですけども、こちらがシャッタースピードになってます。シャッタースピードなんとなくシャッターのスピードなんだなって分かっている方もいらっしゃると思います。これのメリットデメリットを知ることによってどういう風な写真が撮りたいのか、どういう風な失敗をなくしたいのかっていうところが分かりやすくなってきますので、よかったら参考にしてみてください。3つ目、 ISO 感度になってます。この ISO 感度なんとなく分かるんだけどもなんかよく分かんないなっていう方もですねいらっしゃると思いますので、このメリットデメリット知っていただくことでですね、まあ、失敗しにくい写真をですね撮ることができますので、よかったら参考にしてみていただけたらと思います。この3項目基本的な項目なんで、まあ知ってるよ、そういったことはもう知ってるから別にいらないよっていう方もですねいらっしゃると思いますけども、じゃあこの3項目がどういうメリットがあってどういうデメリットがあるのかっていうところをしっかりですね知ってるのかどうかっていうところだけちょっと確認していただけたらいいのかなっていうふうに思います。このメリットは知ってるけどもデメリットどういったところがあるのかっていうのがなんとなくちょっと分かってるけどもうまくそういったところを活かせてないなっていう方もですねいらっしゃると思いますので、よかったら今回はですねちょっと復習という形で、リベンジじゃないですよ、リベンジの復習じゃないですよ、もう一回ですね、まあ、学び直すっていうところでこのですねメリットデメリット、よかったらですね最後までご覧いただけたらと思います。まずこの F 値シャッタースピード ISO 感度を使うことによってどういうメリットがあるのかというと、明るさをですね明るくすることができます。はい、まあ、暗くすることもできるんですけども、この明るさの調節をですねすることができるっていうのがこの F 値シャッタースピード ISO 感度になってます。まあ一番よく使うのはやっぱり暗い場所で明るくするためにこういった F 値とかシャッタースピードとか ISO 感度っていうのを使って、まあ、調節する。あとはまあ例えば昼間のですね明るすぎる場所でこういった明るすぎるところをですねちょっと抑え気味にして撮影するっていうところでも使うかと思うんですけど、基本的にはちょっと暗めだなと思うところでこのようにですね、まあ、3つの調節を使って明るさを稼ぎ出すっていうことが多いのかなっていうふうに思います。じゃあこの3つの項目、明るさを調節する、まあ知ってるよそんなことは別にそういうことはどうでもいいんだよっていうところの話もですねあるかと思うんですけども、このですね明るさを調節するためにですねこの F 値シャッタースピード ISO 感度っていうのを使うんですけども、その調節する上でこの F 値シャッタースピード ISO を犠牲にしているものがあるんですよ。そこをちゃんと理解していないと失敗してしまったなって思う写真を撮ってしまうっていうところになりますので、この明るさを調節するところは分かってなんとなく分かってるけども、じゃあなぜこういった失敗が起きてしまうのか、その原因をうまく分かってない方っていうのもたくさんいらっしゃるので、この3つの操作のですねデメリットの部分をですね知っていただくことでこういった失敗写真が起きにくくなるんじゃないかなというふうに思います。じゃあ失敗した写真ってどういう写真なのっていうふうにですね、まあ、思うかもしれないんですけど、基本的にはですね3つあります。はい、3つあるんですけど、この基本的なですね失敗写真というか、まあこの辺はですねちゃんと操作を行えばこういったことはですね、まあ、回避できますよ、軽減することができますよっていうところが3つあります。1つ目がですねピント合わせになってます。ピントがきちんと合ってるかどうかっていうのがきちんとした写真、合わせたいところにピントが合ってないっていうのはですね、まあ、基本的には失敗というか、まあ、あんまりそういった見栄えが良くない写真になってきます。2つ目がブレてる写真になっております。まあブラしたくない、きちんとですねなんかこう撮りたかったのにブレてしまったっていう形
とかですね、夜に写真を撮った、スマホなんかで写真を撮った時に、あれブレてしまった、動いたからちょっとブレてしまったっていうこともですね、あると思います。じゃあそのブレは何で起きるのかっていうところがですね、今回のお話になってきます。で、3つ目としてですね、ノイズが乗ってしまう。例えばスマホなんかで夜ですね、撮影した時に写真をパッて撮ってみたけども、その写真にすごいザラザラしたですね、ノイズがいっぱい乗ってしまって、なんか見栄えが良くないなっていうふうにですね、思って、こういうノイズをちょっとですね、なくしたいなって思う方もたくさんいらっしゃるかと思いますので、この F 値、シャッタースピード、ISO 感度、この3つのデメリットを知ることによって、このデメリットによって、このですね、ブレだったり、ピント合わせが難しかったり、ノイズが乗ってしまったりっていうところが起きてしまいますので、よかったらこの辺参考にですね、しながら、じゃあこの F 値、シャッタースピード、ISO 感度、この3つを知ることによって、明るさをですね、調節する代わりに犠牲にするものがあるので、じゃあその犠牲にしないように撮るにはどうしたらいいのかっていうところのお話をしていきたいと思っております。まずですね、お話しした F 値なんですけども、これを明るさを調節するのは分かりましたと。じゃあこれどういうデメリットがあるのかというと、例えばですね、F 値の場合は 1.42、2.8、4、5.6、8、11、16みたいなですね、数値があるかと思います。この数値がですね、小さくなっていく、0に近くなっていくほどですね、明るく撮影することができます。逆にこの数値が大きくなっていくほどですね、暗めに撮影することにはなるんですけども、こういったですね、明るさの調節でこの F 値を使うんですけども、この数値をですね、小さくしたり大きくしたりっていうところで明るさの調節に使うことができるんですけども、この数値を小さくしていけばですね、被写界深度というものが浅くなっていって、この数値を大きくしていけば被写界深度っていうのがですね、深くなっていきます。この被写界深度って難しいよねっていうところがですね、あるかと思うんですけども、被写界深度って簡単に言うと、ピントを合わせる奥行きの幅が狭いか広いかっていうところなんですよ。はい、なので F 値の数値を下げていくとですね、ピントのですね、この幅、奥行きっていうのがね、浅くなっていきます。数値が小さければ小さいほど、で数値がですね、大きくなっていけばいくほど、ピントを合わせるですね、奥行きっていうのが広くなってきますので、例えば今ですね、これ 1.8 で撮影してるんですけども、手にピントを合わせました。で、私の顔ぼやけてますよね。はい、でこれがですね、この手の部分、この部分にですね、ピントが合ってるので、ピントがですね、合ってるところからですね、どんどん離れていくにつれて、ピントが合いにくくなって、私の顔がぼやけてるっていう形になっております。なのでこのですね、 F 値の数値が小さくなっていけばいくほどですね、明るくはなるんですけど、ピント面がどんどん浅くなっていくので、ピント合わせが難しくなりますよっていうところになっております。なのでこのピントのですね、浅くなった、ピントが浅くなった状態で撮影することによって、ピントを外しやすくなったりとか、例えばですね、こういうふうに2人こう並んで撮影した時に、両方ピントがですね、合ってるように見えるかと思うんですけども、これが例えば 1.8 で被写界深度が浅くなって、例えば前後しましたっていう時に、はい、こういうふうに前後しましたっていう時に、このですね、ピントが合っているものから離れている、前後に離れているものっていうのはピントが合わないようになってきますので、そういったところでですね、ピントが2人撮影をしたいんだけども、両方にピントが合ってないっていう状態が発生してしまいます。なのでこういった時は F 値の数値を上げていくっていうことで、このですね、奥行きがぐっと広がりますので、両方に対してですね、こう前後しててもピントが合わせやすくなるっていうところになりますので、ここを理解しておくと、ピントがですね、合わせにくいなって思った時はですね、この F 値の数値をちょっとだけ上げていただいて、このですね、被写界深度をぐっとですね、広げてあげるっていうことで、ピントが合いやすくなるっていうところになっております。続いて2つ目のですね、シャッタースピードなんですけども、こちらもシャッタースピードがですね、例えばですね、2分の1、4分の1、8分の1、15分の1、30分の1、60分の1、125分の1、250分の1、500分の1とかですね、数値、このですね、分母の数が大きくなっていけば速くなっていくので、暗くなっていきます。シャッタースピードがですね、遅くなっていけば明るく撮影することができるので、このシャッタースピードが遅くなれば明るく撮影することができますし、シャッタースピードが速くなればですね、暗く撮影する形になります。で、この明るさの調節でシャッタースピード分かりましたと。じゃあこの明るさを調節することによってどういうデメリットがあるのかというと、ブレが発生しやすくなるんですよ。明るくしていくごとにですね、ブレが発生しやすくなるっていうところになっております。これどういうことかというと、シャッタースピードが速い、例えば1000分の1だと1秒の1000分の1
1秒のスピードなんで、もうめちゃくちゃ一瞬ですよね。その一瞬で撮影するので、まあ、動いているものでも止まって撮影することができるんですけども、これが1秒だった場合に、物がこう1秒間1っていう動いた瞬間、この1秒間の間をですね撮り続けているので、それがブレとなってですね、まあ、写真に収められるっていうところになってます。なのでシャッタースピードがこのブレないようになるべくですね早めに設定してあげなきゃいけないんですけども、ここをですねよく知らないでシャッタースピードをですね、まあ、どんどん遅くして明るく撮影しようと思ったらブレが発生しやすくなるっていうところになってますので、この辺のコントロールをですねしていただくことでブレが起きない写真をですね撮ることができます。なのでなるべくシャッタースピードは、まあ、個人的な意見なんですけど200分の1秒よりも早くにですね設定していただいた方が、まあ、ブレっていうのは基本的には回避できるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、簡単にですねレンズの焦点距離のかける2倍ぐらいにしていただいたらですねブレはですね基本的に抑えられるんじゃないかなというふうに思います。ただこのブレに関しても2種類あるんですよね。手ブレと被写体ブレというですね2つのものがあって、手ブレっていうのは自分がカメラを持っててこう手が触れることによってブレてしまう。もう一つは動いているものがですねさっきのシャッタースピードが遅くなることによってブレてしまう。この2つの原因がブレとしてあるので、この2つがですねどういう原因で起こるのかっていうところを知っておいていただけるといいかなというふうに思います。はい、まあ、こういったですねブレを抑えるために例えば三脚を使ってみるとかですね、そういったところで回避することもできますし、シャッタースピードを速くして回避することもできますので、明るくするシャッタースピードを遅くすることによってどういったデメリットがあるのか、じゃあそのデメリットをどういうふうに回避していけばいいのかっていうところで参考にしていただけたらいいのかなっていうふうに思います。最後3つ目なんですけども、こちらが ISO 感度になってます。 ISO 感度ってですね数値を100、200、400、800、1600っていう形で上げていけばですね明るさを2倍ずつですね稼ぎ出すことができます。まあ、増幅する機能みたいな感じで思っていただけたらいいかと思います。手軽にですね、まあ、光を増幅していく機能だと思っていただけたら分かりやすいかなっていうふうに思うので、まあ、この ISO 感度、まあ、シャッタースピードをですね速くするために ISO 感度じゃあ上げましょうって思った時に、 ISO 感度じゃあどんどん上げてしまえばいいじゃんっていうふうに思うかもしれないんですけども、この ISO 感度上げていくことによってですね、まあ、ノイズが乗りやすいというデメリットがあります。なのでどんどんですね上げてしまうとノイズが乗ってしまうっていうことがありますので、なるべくですね、まあ、抑え気味に撮影してもらった方がいいと思いますし、まあ、ノイズがなぜ乗るのかというと、そういった ISO 感度が上がってしまうことによってノイズがですね乗ってしまうっていうことが多いので、そういったところを知っておくといいかなっていうふうに思います。ただシャッタースピードがどうしても稼げないでブレが起きてしまうっていう時は、この ISO 感度を上げてノイズを取るのかブレを取るのかっていうところで判断していっていただけたらいいですし、例えば F 値の数値をですね小さいレンズを使って、例えば F1.4 とかのレンズを使って明るさを稼ぎ出すとかですね、ストロボを使って明るさを稼ぎ出すとかですね、光があるところで撮影してみるとかですね、そういった対処法っていうのは様々いろいろありますので、そういったですねなぜこういった明るさを調節するためにデメリットとしてこういったことが起きるのかっていうところをですね知っておいて、じゃあその解決方法っていうのはどういうふうに光を稼ぎ出したらいいのかっていうところで使っていただければ解決していくかなっていうふうに思いますね。なのでピント合わせが難しいときはこの F 値の数値を上げていく、ブレてしまうときはシャッタースピードを速くする、ノイズが乗ってしまう場合は ISO 感度を下げていく、でこれで光が足らない場合はストロボを使ったりとか、光があるところで撮影してみたりとか、三脚を使ってみたりとか、いろんな方法で回避することができますので、よかったらですね、まあ、この光を調節することは知ってましたよ、でもこのデメリットがあってどういうふうに回避していけばいいのかっていうところをですね今回のお話で参考にしていっていただけたら嬉しいなというふうに思っておりますので、よかったらですね参考にしてみていただけたらと思います。今回の動画はここまでになっております。このチャンネルではですね写真や動画、カメラに関するいろんなお話してますので、よかったらですねいいねボタンやチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。バイバーイ。 I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just